初めて敵の強さを3倍にしてみるアキミロです。はい、続き遊んでいきます。前回はね、なんとか揚州の都市を全て確保して収木になりました。ただまだ現在孫権軍が蔡操にちょっかいを出そうとしている状態です。この部隊どうしようか、今正直迷ってます。蔡操を捨ててもういいんですよね。ここ異民族攻めてくるんで、むしろ取ったところ異民族に攻めさせて孫権軍の兵を減らすという手もあります。調査経由1万ずつか。結局経由を取っても異民族に取られるんだよな。あんまりまだ孫権軍と戦いたい気持ちはないんですけど、孫権軍倒せれば孫権軍の優秀な武将を確保できるメリットはあります。その場合どういうルートで行くからな。孫権軍劉表軍にもちょっかい出してるんですよね。上のあジョナンとかめっちゃ兵減ってんじゃん。1万になってる。陳龍も1万ちょい、昌杯は2万ちょいだけど、可否6万7000とかめっちゃ兵増えてんな。巨匠は5万か。こりゃ援軍来るな。どうしよう、自分が次どこ狙いに行くかによって動きが相当変わるな。孫権の優秀な武将を確保しに行くか。劉表軍と戦ってる今がチャンスなんだよなって言っても、もう逃げようとしてるのか。まあいいや、とりあえず一回こいつ片付けましょう。急航行を常に取ってれば蔡操はこっちに来る可能性があるんで、まあ蔡操が本当にね、この蔡操を直接狙ってきたら放棄します。抜擢武将の途中経過ですね。武力が伸びそうだな。そして海警に蔡操が向かっているそうです。早かった。もうダメだ、会計は捨てましょう。抜擢武将への指導が来ました。どうするかな。兵法を編み出せないか。加工と一緒に。ダメだ、要は現実そりゃ無理だ。そして蔡操の兵役人口はもうほぼほぼ回収しました。このあとどうするかだな。ほんとこの1万4000の部隊かく乱でもして倒すか。一応ここに今曹操とかもいるんでね、倒せるのは倒せると思うんですよ。あわよくば捕まえられないかな。劉表軍が演術軍に宣戦布告です。さあ賞金かく乱通用するか。はい、会計が落とされました。まあそれはしゃあない。はい、曹操のかく乱成功。これで士気を下げていく。おっ、抜擢武将粉塵きたー。突撃だけでなく粉塵まで覚えちゃった。再び抜擢武将に何を教えるかですね。教練ある、教練だ。何走者無理でした。刀剣軍が露光方面に侵入してきました。狙いは陣陽校のようです。不良校から出たのか。ほぼ全部持っていきましたね。なるほど。じゃあ不良校は取り返しましょう。陣陽校取られたら取られたで構わないかな。では鳥海さん1000で十分ですね。1000で不良校いきます。っていうか1でもいいぐらいです。曹操軍が不良校を陥落させました。そして正気にかく乱成功。お、抜擢武将突進です。うわー、これで突破突進突撃全部覚えたか。では正気に対してもう部隊出します。罠、これ方針だったかな。絶神じゃなかった気がするんだよな。お、一緒に出すか。軍人奮闘奮闘奮闘。曹操はちょっと置いていこうかな。魚鱗いや、核翼にするか。核翼でみんな奮闘を粉塵にセットして、あーでも罠1人だけ罠でいこうかな。いやーでもどうなんだろう、奮闘の方がいいか。奮闘4連発に期待しようかな。これで賞金に向かわせます。ちょっと出発は3日後ぐらいにします。うそー。はい、沈東軍に不要庫落とされました。まああれはしゃあない。陣陽校か。で、花公園と賞金ぶつかります。賞金帯の式はもうオレンジ色と点滅しております。そしてダブル奮闘すごい 3771 花公党が奮闘習得。くらえはい、抜擢武将の指導終わりました。ドインさん統率79、武力83、知力53、政治59と、まあまあな能力ですね。それよりも兵法だな。軍人突撃連射、鼓舞馬声持ってます。素晴らしい。ようこそドインさん。にしても賞金やっぱ3倍強えな。もう2000ぐらい減らされてるよ。たった1部隊なのに。かくらん。この距離だと全然効かねえな。混戦中になるとやっぱ成功率下がる気がする。どうする、もう1部隊出して念には念を入れて やるか。ドインさんちょうど来たし、ちょっとまた忠誠。あーもうお金がないのか。てか原油をまた下げられてるな。本当に遺憾の刑がよく来るんですよね。忠誠がすぐ下がる。もう現発行の二の舞はごめんだよ。では総総隊1万で出します。突撃突破連射突進。いや連射じゃなくて総、ああないのか。いやある、総射でいきましょう。9機が出やすい水耕陣ですね。これで援護だ。捕まえてくれたら嬉しいな。ジュ春から下の路港に1番の輸送を送りました。ちょっとこの陣陽港から攻められないようにするためです。では引き続き賞金との戦い見ていきましょう。頼むぞー。早々加工園。何、賞金が戦車だと。止めろ加工園、弓の名手。ダメかー。いいってとか3500とかやばい。見た目以上にめっちゃ食らったんだけど、どういうこと。確か兵法は3倍食らわないはずだけど、2倍の時にやった感じ。いやでも実際今3倍ぐらい食らったんだけど。走者炸裂。賞金倒せー。いやマジ粘るな賞金隊。軍人来たー。池江が強盗。うらー 3300。よし、賞金隊倒しました。捕獲って書いてある。捕まえた。あー、三越が急降下を狙ってきました。まあ1なんでね、取られても構いません。うわー、あよかった。今輸送入るかどうかって見てて、この陣陽港から兵が出たから、あー輸送が入る前にロコ下げられたと思ったら、狙いは下でした。ほっぶねー。マジでこれだ。でも急降下三越が確か狙ってるはずだから、いいよ。このままいけば多分刀剣軍のこの2万約5000の部隊に三越が突っ込むはず。それで刀剣軍の兵減るんじゃないか。やっぱり西総近くの急降下に刀剣軍が向かっているそうです。オッケーオッケー。で下から三越が急降下に向かうと。我々の兵はそんなに失うことなく、刀剣軍の兵この揚州から追い出せるかもしれません。そして西総の負傷兵は3021か。なんかトータル的には損した気がするな。やっぱり3倍だとあまりにも兵の減りが早すぎて、戦いに勝って負傷兵ゲットしてもあんま美味しくないですね。どうする、もう調査2万とかになってるし、軽量も2万3000あるし、ちょっと三越計略の流言で孫権軍の仲悪くしようかな。であわよくば軽量に攻めてもらいたい。はい、急降下が刀剣軍に制圧されました。お、曹操様、検定の直視が参りました。もう次か。もともと信望は高かったからか。はい、ランクアップでーす。修士士になりました。そして次の抜擢武将来ました。ロチョクさん。お、武力がめっちゃ伸びますね。これ武力うちナンバーワン誰だ？テイか。他が微妙だな。花公園にお任せしようかな。花公園伸ばしてくれ。陣容校、そうか、落としちゃうか。そうですね。ここ、もう出陣して落としちゃいましょう。曹純、兵士、まあ、一応戦。で、出陣。劉備軍が関羽軍に宣戦布告しました。てかサイツ帰ってってる。賞金仲間入りでーす。捕虜の武将ですね。そうか、あくまで狙いは我が軍だっただけなのか。お、抜擢武将投石を覚えました。加工園も一緒に覚えましたね。劉表軍必要に劉邦軍から攻められてて、効果の兵がね1万まで減ってるんですよね。これはチャンスと見て、ちょっとまず加工庫を取っちゃいます。そのためにも武将は移動しました。まだ曹操とかはたどり着いてないんですけど、どうすっかな。いや、ちょっと次のターン曹操がつくまで待ちます。3倍だからな。やっぱ曹操で多く兵も出すって言った方がいいわ。抜擢部署の途中経過です。全然兵法の育成なかったな。武力平凡でほどほどって、では露光に曹操たちが到着したので出陣します。曹操、加工園、加工トン、ドイン、早急、こちらのどうすか。投石も使えるのか。じゃあ投石にするか。で、みんな弓系の技に変えていきます。連射、連動はないな。そうだな、2万でいきましょうかと思ったけど、金が足りません。何、マジかー。265しかねーちょっとお金貯まったら再度今の構成で向かわせます。抜擢武将に指導来ました。教練じゃー、来たー。これは飛車まで覚えるか。あれ走者と飛車ですね。あれ一番最初のやつなんだっけ。飛車でしたね。飛車、走者、飛車でした。で、もう、曹操たち、探索でお金発見できたんで、加工校に向けて、投石部隊、出します。先頭は、いや、トンに、いや、連射で安くするより加工園で行こう。兵士は、先ほど言った通り2万ですね。こちらで、いきなり都市ではなく、加工庫狙います。兵糧が赤くなった。お、三越から3部隊来た。こっちに攻めてきたって報告はないので、おそらく急航行のはず。いいよいいよ。この2万4000の兵、いや約2万5000だな。この兵をゼロにしてくれ。馬頭軍が長老軍に宣戦布告しました。馬頭と長老か。長老なりきり2都市になってんだよな。加工校は次のターンですね。抜擢武将が加工園の指導に耐えられなくて去っていきました。帰ってきてくれ、頼む。では加工校落とすところ見ていきましょう。いけ、投石。兵はもうゼロにした。オッケーオッケー。はい、加工校陥落でーす。龍炎軍が長老軍に宣戦布告です。馬頭と龍炎に挟まれたか。長老周隊が在野に現れました。これは絶対登用します。2人ぐらい。あと、ちなみに旧高校、ついに3越接触しました。いや、いいですね。私は何もせず旧高校が落ちるのを待っております。ちょっと、ジュシュンから、他高校に兵1万輸送を出します。もう、高架に攻めたいんですけど、まあ、約2倍しか兵がなくて、敵の強さ3倍だから怖いんですよね。念のため3万にして2部隊で猛攻したいですね。今なら金もいっぱいあるんで工場兵器2部隊でいけばいけると思うんだよな。なんなら念には念を入れてロコからも輸送出すか。もう三越がね、刀剣軍に攻撃仕掛けてくれたから、ここに兵を置いとく必要もほぼないんですよね。ちょっと出陣だな。新旧とかも一緒に出そう。工場兵器学進もあるのか。よし、この2人で1万持たせて長打で、下高校に12日。さっきのジュシュンからの輸送と同じですね。なんと周隊に断られました。もう1人はマジかー。相性悪いな、曹操軍と。旧高校、悲しいぐらいに兵が一気に減っております。ナインはね、港から兵法が出ないから、引きこもると断然不利なんですよね。うわー、周隊がもう在野からいなくなりました。マジかー、つれー。強い武将を確保できねえ。はい、三越が旧高校を落としました。これで刀剣軍は揚州から消え去りました。オッケー。あ、周隊が在野に戻ってきました。今度こそお願い。もう2人と言わず OK と言われてる武将はもう全員送ります。何が何でも周隊確保したい。頼むから来てくれ。しかし2人しか OK 出なかった。龍炎軍が龍氷軍に宣戦布告です。そして周隊またダメです。本当に相性悪いな。また周隊在野からいなくなった。では下高校から高架に攻めちゃいます。一応部隊は結構いるんですよね。てか、そうだ、爵位あげないとダメだ。花公園が統率第2位か。じゃあ花公園に爵位をあげちゃいましょう。花公園2万5000も持たせられないな。2万までだから、蒲門将軍、花公園1部隊は曹操、もう1部隊は花公園ですね。まずは花公園9機の部隊で行こうかな。あとは謀略、新旧もセットにしてあげよう。こっちはこれは12345、6、あと1人。どうする？走行も一緒に連れてっか。で、陣形は、投石。で、こっちは飛車。飛車。飛車。走車。で、混乱で2万で OK。ゴージャー。でもってさらに曹操様、こっちも投石でいいか。ダブル投石で連射、正射、連射。あー、学進は残念ながら奮闘とかしかねえか。でこっちは汽車でいっか。加工トン戦闘よろしく。これでちょっと兵1だけ置いていって出す。ダブル投石突っ込め。狙いは効果じゃ。撃て撃てー。発射発射。正射流氷、ここにいるのか。止めろー。クリティカルだから。止まんねー。痛い。もう2万で出たのにすでに1万2000とかなんですけど、早すぎだろマジで。3倍なくなるの。うっそー、止めらんねえし。3010にやっぱり兵法も3倍食らってるわ。おかしいおかしい。3倍強すぎる。果たして落とせるのか。ここちょっと待って、早い。正射、こっちまだ1回も兵法出てねえのにもう落とされる。うそー、マジで兵法出ねえ。一発も出ないまま終わりかよ。早速やっと出たー。やられる寸前で一発だけ、しかし止められたー。投石部隊終わった。しかも誰か捕虜になってるし、マジかよー。てか相手の戦車発生率高すぎだろー。やっぱり3倍食らってる。しかも上から来とるー。飛車だー。これは決まってくれー。2500決まったー。あと860だけの負傷兵で回復されたー。もう兵法が出ないと負けです。飛車ー。あの援軍が入る前にとどめをさせるかどうか、全てそれにかかっている。もう一発、もう一発でよ。出ろ、やつらが入る前に。混乱走者、これで決まれ。惑わせる、決まれー。どうだー、決まったー。やりましたー。曹操軍が効果を陥落させました。これで捕虜も解放でしょう。捕まってたのは学信です。よしよし、救援を送ってたんですけどね、その前に落とせた。曹操軍が急降降を落としました。これで左越がまた急降降を狙ってくれるはず。抜擢武将完全に消息を絶ちました。帰ってこなかったです。無念すぎる。捕虜は残念ながらいません。中隊も行方不明だしな。まあ探せばわかるんですけどね、在野にいないという時点でもう探す気がありません。負傷兵はどんなもんだ。負傷兵 12,350 になりますね。今の兵士と合わせれば2万ぐらいにはなるか。4万で攻めたんで結果的にマイナスですね。まあ下降庫にちょっと戻ってきてはいますけど。牛歩軍勝敗 13,000、ジョナ 14,000、陳龍 13,000、巨匠 16,000 と、あんまり援軍来なそうな感じではあるんですよね。攻めてるからなんですけど。演術と流体が狙われてる感じだな。次は長男狙ってみるか。ただ重春の兵減らすと回避から刀剣軍絶対来るんですよね。約10万。もうここの兵減らすのが怖いっていうか、現時点でもね約3万ぐらい兵負けてるんで、いやーきついな。刀剣が本当に邪魔。北海とかから攻めてくんねえかな、高村さん。長老軍滅亡でーす。遊園にやられたみたいです。そして三越が急降降を狙って出てきましたね。いやー、それはそれでいいんだけどさ、慶応攻めてくんねえかな、慶応。流氷軍京南からは孫権軍に攻められ、常陽は龍炎の左からつつかれと、なかなか厳しい状況のようですね。次どう動こうかな。この宰相はいつ異民族に狙われるかわからないという恐怖と戦いながらね維持してるんで、あんまり長く痛くはないんだよな正直。この公領を狙ってみるか。そのためにはこの関心港を取っちゃいたいな。とりあえずこの西層から陸高校も取っちゃうか。そうだな、雨林港経由でもいいし、まあちょっと公領を意識して左側にもう兵を進めようと思います。だいぶ遠いけど盧植先生が在野になってる。王位はさっきいたんですけどね、一人東洋に送ってるんですけど、まあいかんせん遠いんで、まあ東洋は厳しいかな。来てくれたらラッキー程度で考えておきます。で賞金をちょっと1万で立候補にも出しちゃいます。はい、曹操軍が陸高校陥落です。お、関北軍の数勢だったかな。お亡くなりです。広陵7000で負傷兵もない状態なので結構ボロボロなんですけどね、兵器人口はめっちゃあります。こりゃ無理かな。上の方常陽は落とされるかな。まあ、あと3000しかないのに目の前に1万以上の青蘭がありますからね、まあ、後ろから酵素が助けに行こうとしてるみたいですけど、いかんせん我々もなやっぱり1都市落としたら兵がだいぶ減るから、ちょっと準備もっとしたいな。くーでも兵だけでも関心湖に移動しとくか。常陽だったらもし龍炎軍が取った場合、援軍がねすぐ来れないんですよね。将兵もそこまで多くないから、そうだな、上の常陽を落とすことを考えて上に兵、いやーでもな広陵の方がいいんじゃないかな。わかんない、兵器人口どうするかが読めないんだよな。結構ね兵器人口余ってても徴兵をしないこともあるからな。こっちも4万1000ありますからね。言うて危ないっちゃ危ないか。むしろ広陵を取って下の孫権軍と戦うことを考えた方がいい気もするな。最近都市が増えてきたんですけど武将が足りなくなってきたんですよね。そうするか。ということで陸高校の1万はさらに雨林校へ向かわせます。兵軍が馬頭軍に宣戦布告、異民族が裏をついてきた。いやーもう持たねえな常陽は。はい、龍炎軍のものとなりました。そして旧高校もとされた。はい、雨林校陥落です。ただ、ここを落とせたものの、広陵、やっぱ1万と兵が増えてますね。これ、負傷兵かな?いや、一回徴兵したかな?やっぱりそう簡単には落とせないかな。効果を落とした時の感覚見ると、だって相手確か効果1万ちょっとだったんですよね。それに対してこっち4万で攻めて、なんとかギリギリ落とせた感じだったんですよね。まあ囲いの舞台はもう一旦ぐらい耐えられたとしても、まあ、よく城攻めにはね3倍の兵力が必要って言われますけど、4倍ないと結構きついかもしれない。しかも結構ここ距離あるなぁ。なんか建設とかで陣とか立てておくか、ここらへん。この三越がね孫権軍の兵を落としてくれればだいぶ京南攻めやすいんですけどね。調査だけは2万6000あるんですけど、武量1万3000ちょい、霊量3000とかなんで、まあでも多分放っておけばねまた調査から広陵を攻めてくれる気がするんで、まあなんとか内政しながらねこの広陵近くに陣立てといて、チャンスが来たら玉乗りでねちょっと狙っていこうと思います。という感じで今回はこれで終了です。最後に良ければ高評価ぜひよろしくお願いします。そして次の動画を見逃さないようチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。いやーなんかガンガン攻められねえなー。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。